さあ始まりました少量チャンネル翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけでですね、今回の動画なんですけれどもほら編集大変だこれ今回ははい、今回はですね、はい、大食いチャレンジ第2弾イエーイ。はい、前回はですね、はい、ケンタッキーのフライドチキン、はい、大食いチャレンジして、はい、結果は残念な感じで終わってしまいましたけれども、今回ははい、なんと今回がで、今回チャレンジするのは、はい、こちらでーす。でーすすごい、どうよ、何これ、なおお多い、もう手で支えてないとちょっと倒れそうな感じ。はい、パンケーキでございます。いいね、すごい、うん、結構時間かけて作りましたよ。ほう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 。 1.2キロ。おい、 1.2キロ。うん、で、お水が 900cc の卵が6個。すごいね。すごいね、これやばくない？はい、顔の大きさと比較、2つ分くらいあるのよ。ほんとだね、うん、はい、うん、これを食べていきたいと思いまーす。手が離せない。終了。こんな感じでございます。はい、でこれを、うん、2人で食べていこうと思います。思います。よし。すごいね。さ、はい、どうやって食べていこうか。どうしようか。何からやっていく？いや、もうベタに。うん、いろいろね、ちょっと用意してはいるけど、はいはいはい、ベタにやっぱメープルシロップとかかな、まずはシロップね、うん、はいはいはい、かけていく。いいっす、どうぞ。これちょっと普通にパンケーキとして食べたいから、うん、ちょっと、あ、甘くないやつね。甘くないやつがいいかもしれない。じゃん、マヨネーズを入れようと思います。はい、暗くなって大丈夫だよ。あ、だ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。なんかさっき一緒に暗かった。じゃあ俺はこのケーキシロップかけていきたいと思います。わあ、すごい、結構たっぷりすごいね、なんかもうわかんないこれ。もう俺も結構たっぷりかけます。ほら、わー美味しそう。なんか夢じゃない、なんかこういうの。めっちゃ垂れてるじゃん。ね、美味しそう。こっちしてこ。ほらほらほら、どうよどうよどうよ。あー、すごいね。どうよどうよ。うん。しかもこれに僕はマーガリンを乗っけたいと思います。あー、いいね、合うね。うん。あとね、タバスコとか言っちゃう。どうだろう。わあ。ほら。すごいね。どうよ、乗せてるよ。絶対美味しいでしょこれ。うん、いっぱい乗せてる。うん、まあこれを、うん、まあ問題は完食できるかっつうことだよね。そうですね、はい、まあでも僕らその今何時、5時ちょい過ぎで、うん、朝ごはん、ま、昼ごはん食ってないので、何も食べてないこのためにいけんじゃないかなみたいな。はいはい、というわけでチャレンジ、はい、挑戦したいと思いまーす。ひょうにょ、いただきます。いただきます。こっちにも、はい、いただきます。ついちゃった大丈夫？え、大丈夫？何、何ですか？ごめんよし、早速食べよう。食べます。うわー、どうやって食べよう。まあでも有名だよねこれ、うん、いただきます。うん、どう、どう、おいしい。うん、あ、うん、マーガリンが、うまい。うん、すげえな。うん、俺もいただきます。うん、うまい、うまい。マーガリンうまい、うまい。
お酒ください。じゃあ、この勝負に一緒に挑んでくれる仲間をレモンサワーさんと金麦、安定の金麦さん、はい、一緒に戦っていきましょう。乾杯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 。おいしい。甘くてもビール合うな。うん、うん、でもおいしいね。なんか久しぶりに食べたかも。うん、うん、おいしい、おいしいです。うん、もう1枚目。うん、なお、でもおいしいね。うん、やっぱり美味しいわ。なんか美味しい。でも何も食べてなかったからね。ああね。うん。お腹空いてたからすごい。うん。あ、味変ね。すごい。うん。なんかおしゃれじゃない。おしゃれでしょ。俺も1枚食べた。おし、いけたね。うん。次、2枚目。うん、うん、あ、本当にカメラ見ててね。うん、おいしい。意外といけるね。いけるね。うん、実は完食できんじゃないの。ね、え、なんかでも全然俺できる気がする。多分一人前で、うん、1キロくらいかな。いや、そう聞くと怖いの、なんか。うん、うん、うめぇ。2枚目。え、2枚も完食。うん、した。すごい。これ1人何枚ずつあんだな。ね、うん、うん、ピザソース、うん、合うかな。合いそう。ピザソース、うん、これちょっとマヨネーズいってみようかな。あ、おいしいよ。マヨネーズ。前の動画でさ、パンケーキ作ったことあったじゃん。あったね。もうあれもう、うん、なんかおかずパンケーキで、うんうんうん、確か生ハムとかチーズとかを。あ、そう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 、それた気がする。うん、一応よく食べてる。うん、もう口についてるかも。うん、ひゃりゃ。今日本当はね、うん、焼肉が食べたくて、うん、夜ご飯焼肉の準備してんだよね。ああ、食べれる気がしない。本当に案外まだいける気がする。本当、ちょっと時間あけば大丈夫かな。まだ今5時台だから。あー、いいね、マスタードとか。ね、あー、そうだ、マスタード、マスタード。あ、俺もやってみよう、それ。よいしょ、3枚目。うん、うん、待って、俺違うの、4枚目じゃない、3枚目段違う、もしかして。うん、一緒一緒。うん、はい、僕何枚目だ。まあ、わかんない。うん、3枚目、3枚目完食。うん、うん、美味しいの。口数が減って。すごいついてる。俺もついてるかな。そんなことないんじゃない。
このピザソースマスタードめっちゃうまい。うん、今腹何分目？わかんない、まだ予想できず。ほんと？うん、俺はもう8分目くらい。うん、うん、いや、9分目くらい。マヨネーズちょうだい。うん、はい。お好み焼きかって感じ。確かに、グッモーニンバーツモア。最近初めて見たんでしょ。うん、面白かったね。面白かったね。うん、何回見ても面白い。終了。うん、4枚目。うん、食べきりました。もうしんどくなってきた。もうしんどい。頑張れ頑張れ、しょうほちゃん。頑張れ頑張れ、しょうほちゃん。ああ、うん、いけるけど、いけるよ、うん。いやー、ちょっと俺はもうお腹いっぱいだ。まあ残ったらまたね、明日の朝ごはんに混ぜますからね。無駄にはしませんよ。うん、うん、前回もなんかケンタッキーの時もさ、次の日の朝ごはんっていうか、うん、次の日のご飯にも終わったよね。ちゃんと次の日は次の日で食べれるんだよね。食べれる、うん、もう無理です。え何その軽い感じで。そうなの。無理はダメでしょ。いや無理はダメ。うん、あー、うん、そうなのか。結構もう結構来てる。で、5枚食べたよ。まあね、年齢を考えてよ、年齢を。いや、まあそうだけど。翔ちゃん結構お腹いっぱいでしょ。どうしようかね、どうする。食べきれる？頑張れば全然食べれるの。でもなんか肉とか食いたいなとか思っちゃって。いやほら、これ終わったらさ、うん、焼肉待ってるからさ。焼肉のためにちょこっと開けときたいな。え？お腹をって思っちゃった。あ、開けときたいなって。うん、あと2枚。2枚と4分の1。うん、俺はまだね5枚。いや、先多い方見せるでしょ普通。なんでなんでだよ。いや俺はもう早々にギブアップしたからさ。まあ無理は禁物ということで、うん、明日の朝ごはんに回しますか。そうだね。うん、続くの方がいいもんね。うん、続く。大食い挑戦続くの方がいい。そうだね、そうだね。そう、うん、はい、というわけでですね、はい、今回は、はい、パンケーキの大食いにチャレンジしてみました。結果は惨敗。あ、はい、はい、まあ、次ね、うん、頑張ろう。また頑張ります、ね、はい、というわけで今回の動画が面白いと思っていただければ、はい、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。